音ですね。はい。よいしょ。よろしいですか。はい。じゃあ、竹澤さんお話をお願いします。竹澤さん、今、あれですね、東京都慰霊堂の、大法要の会場のところに、はい、行ってくださってるんですね。はい。おはようございます。ただいま、大法要の会場の前にあります。大法要は、一般の方は、通常は入れるんですけども、去年と今年は、コロナのために、入れないという。今年は関係者だけでやってます。で、場内のですね、音声は、マイクで音声流してます。大法要の特徴はですね、春と秋に2回あります。春は3月10日の東京大空襲、秋は9月1日、関東大震災が起きた年です。それでですね、実はこの大法要というのは、宗派は問わないですね。ですから、仏教のお坊さんが来たりとかですね、キリスト教の方、神道の方、さまざまな宗教の方が一緒になって、それで、大震災で亡くなられた方、東京大空襲で亡くなられた方の法要をしております。関東大震災で全部で10万人以上亡くなったんですけども、その3分の1がこの旧陸軍被服廠跡と言われる、これは被服廠跡っていうのは今の横浜町公園の倍ぐらいの広さがあります。日大一中一高両国中学までも含めた広い面積でした。そこへですね、何かあったら避難するというのが、まあ、徹底しておりましたので、みんな逃げ込みまして、そして、その逃げ込んだときにですね、例えば横浜公園なんかは、第8車とか燃えるものは置いて入りなさいという指示が徹底していたんですが、まあ、こちらの方はそうはいかず、みんな燃えるものを持ち込んでですね、そこに大きな火がついてしまい、結果的にそこにいた方の90何%、ほぼほとんどの方がですね、火災旋風に巻き込まれて亡くなってしまいました。実に3万8000人という大勢の人がこの場所で亡くなったわけです。竹澤さんの映像が切れてしまいましたね。あ、竹澤さん出てきた。あ、竹澤さん、今一度ですね、ズームが切れてしまったようで、はい、今また戻ったので、はい、大勢の方が亡くなったっていうところまで、はい。そうですね。まあ、ここのですね、旧陸軍被服廠跡に非常に大勢の方が逃げていまして、うん、関東大震災で10万人余りが亡くなったんですけど、そのうちの3分の1以上、3万8000人がこの場所で亡くなった。ここにいた人は、うん、99% ぐらい火災旋風で亡くなってしまいました。私実はそこの生き残りの方と昔親しかったもんでよく話を聞いたんですが、あ、そうなんですね。本当に空を飛んだと、たまたま自分は水玉入れて目が覚めたからとかですね、おっしゃってましたけど、まあほぼ全員が死んだような、非常に残酷な場所でございます。で、ここですね、当初は震災記念堂という名前だったんですね。で東京都の復興事業というのはですね、まあ、大正12年に発生しまして、それからですね、約7年間かかって、昭和5年に一応復興の区切りをつけたんですね。まあ、その時に、できたのが震災記念堂ということなんです。で、設計にあたってはですね、公開コンペを実施して先進的だったんですが、コンペの一等案は実は採用されなかったんです。で、この時、多くの議論の結果ですね、新たに設計を担当することになった伊藤忠太さん、この鉄筋コンクリート構造を採用しつつ、
日本旧来の宗教的様式をも表す建築とすることを基本としました。外観がですね、神社仏閣様式であるものの、納骨室のある三重の塔は中国インド風の様式を取り入れ、平面的には教会で見られるバシリカ様式、内部に柱を設け空間を分けるとして、内部の壁や天井にはアラベスク的模様も採用されています。粒さえ見ると多くの宗教的を取り入れた折衷的構成となっております。しかしですね、この震災記念堂がですね、東京大空襲で、名前が変わりました。3月10日の東京大空襲で、まあ、奇跡的なのか意図的かは分かりませんが、免れました。はいはい、空襲からね、空襲から免れたんですね。そうなんです、そこで免れたんですけれども、まあ、本来でしたら空襲の遺骨は別のところにですね作って応用するのが、まあ普通に考えれば当たり前なんですけども、GHQ さんのですね、いろいろなご指導がございまして、一緒に入れてしまえということになりまして、新たに、16万3千体の遺骨を、この慰霊堂の後ろにですね、また新たに納骨を作りまして、私も一回してもらったことあるんですけど、骨壺一つの中に200人分ぐらい入ってるんですね。それがずらっと積んであるんですよ。そういうその関東大震災に加えて、東京大空襲の遺骨も一緒に入っているということで、まあ、それ以来ですね、震災記念堂という名前が東京都慰霊堂に名前が変わったんです。そういうことなんですね。そうなんです。今日は関東大震災の3万8000人の方をはじめとする、被害者の方たちの慰霊なんですけれども、法要ですね、法要なんですけれども、3月10日は空襲で亡くなられた方の法要なんですね。それを合わせてこちらの方でやっているというのが、東京都慰霊堂だと、まあ、この機会にお分かりいただければと思います。はい、ありがとうございます、はい。まあ、私の方からはそんなようなことで、あれですね、竹澤さん、この間なんかお話ししていて、なんかあの、この東京都慰霊堂がその空襲の時に狙われなかったのが、なんか近くにその、なんだろう、キリスト教の病院があったから、同愛会、同愛記念病院ですね。っていう感じであのおっしゃってましたよね、あの慰霊堂の方が。そうですね、それもありますしね、やっぱりもう空襲しながら、どこを残してどこを燃やすかっていうのはもう緻密な計画があったみたいな。あったんでしょうね。ですから例えばあの皇居の前でも GHQ の本部になった旧第一生命ビルなんかは綺麗に残ってまして、すぐそのまま使えましたからね。そうやってもう占領後のですね、土地利用まで考えて、精密に空襲をやってたっていうのはよくわかります。おー、そういうことなのか。はい、はいはいはい、ありがとうございます、滝沢さん。はい。そしたら、あれですね、滝沢さんが先ほどあの、撮影していただいたあの中の様子なども。そうですね。はい、皆さん。昔はですね、中入れたんですけど、この2年間コロナで入れなくなっちゃったんで、あの、ちょっと1時間ぐらい前に、いろいろ撮らせていただきました。撮影してくださったんですね。まあ、ちょっと改正できなかったらしますので、原さんの方で出してみてください。はい、わかりました。では最初はですね、あの静止画の方から、はい、これが正面玄関ですね、はい、今私が立っているよいしょ、はい、これですね、はい、あの幕はですね、はい、あの3年前に慰霊堂が4年前か、慰霊堂を改修したんですね、大規模。はいはい。それで当時幕がボロボロでございましたんで、慰霊協会さんと相談して、まあ、
当社のこういう膜とか切れ作ってる会社なんで、うん、せっかくなので、令和元年、3年前です。令和元年に、はい、膜も新調させていただきまして、プレゼントさせていただきます。はいはい、滝沢さんからの寄贈ってことですよね。すごい大きなね、あの意味のある、ね、寄贈ですね。今あれですね、竹明かりは閉まってるんですね。はい、そうですね。竹明かりは夜照らしてるんですけれども、はいはいはい、この大ホールの時は撤去してくれってことで、うん、一応全部閉まってございます。はい、中にある。また今日の夜から再開しますので。大変、またそれまた大変ですけど。はい。はい、では、これ、ね、あの、看板です。儀礼って書いてありますね。はい。提灯にね。はい。中の様子ですね。たくさんの花輪がですね、寄贈されております。主に本庄とか石原の近隣町会の、はい、花輪がずらっと並んでおります。はい、あとは消防団とかですね、区議会議長とか、はいはい、まあ主だった方のですね、寄贈がございます、うん。はい。かなりあれですね。豪華に飾られるんですね。そうですね、うん、でちょうどこの柱と柱の間が4メーターですので、はいはい、2メーター近い花がずらっと飾られて、奥の方にお花も置いてありますね。あ、それもまた後ほどアップで撮ってありますので。あ、はい、ありがとうございます。正面の祭壇ですね。はい、正面から見たんですね。日本相撲協会とかですね、消防団長。あ、はい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 。で、横浜町会は昔は 1,2 だったんですけど、今全部まとめて横浜町会。横浜町会、亀沢町会、亀沢と石原町会は 1丁目から4丁目まで。うんうんうん。これあの、あれですか、この慰霊堂のご近所の、はい。そうです。慰霊堂は横浜町町会なんですけども、はいはいはい。そばが石原町会、ちょっと先が 亀沢町会、近隣町会。はいはいはい、あ、これがお花ですね。そうですね、台東区長、中央区長で上の方見ると分かるんですけど、特別区長会とあと全日本仏教会とかですね、東京都仏教連合とか、いろいろ仏教の方も出したり、あとこの他にも神道連盟とかですね、うん、はいはい、キリスト教とかいろいろ皆さんいろんな集団の方が絡んでます、はい、うんうん。特別区って何ですか。特別区長、特別区ってのは23区のことです。23区の区長さんの連合会が特別区会で、はいはい、全体のってことなんですね。はい、区長があの受け持ちでやってるんです。はいはいはい。これはアップですね。そうですね。ここはなかなかこうになってない。通常はここにですね、賽銭箱あって、ちょっとあの入れないようになってるんですけど、大法要の時はきれいに片付けちゃって、ここの白いところ、誰が座るかっていうと、あの、はい、宗教関係者、要するにお坊さんとかですね、うん、あの宮司さんとか、あ、神主さんとかですね、宗教関係者がずらっとここに座るんですね。この椅子の数だけ、はいはい、結構荘厳な眺めですね。あ、見たことある、はい、あれですよね、あのここの今この正面から見てるとこの左側に南側室ってあるじゃないですか、はいはい、のあそこになんか座布団がずらっとこの間ね並んでましたよね。あ、なるほど、はい、そうですね、うん、あの座布団は仏教関係者、はい、あのこのちょうど奥の方にその、うん、あのこっちの奥の方に、ね、お念仏と言いますか、あのお経をあげる方の、座ってやりますので、そのための座布団だ。そうなんですね、はい、はい、これはなんか積み上げてますけども何が入ってるんでしょうね、これは。はい、なんか次の写真からですか。これは、あ、竹澤さん、はい、今見えてますか。正面アップですね。まあ、いろ見えてます。いろんなお寺ありますよね。あ、これそうめんなんですか。そうめんなんですか。はい。え、そうめん、え、今そうめん。正面じゃない、正面です、正面。
面じゃなくて正面。正面すいません。あの浅草寺さんとか寛永寺さんとか有名なお寺があったりとか、あとライオンさんとか向島消防署、本庄消防署、本庄警察、いろいろですね、関係団体とか企業とかお寺さんとか、はいはい、まあ、奉納をさせていただいております、うん、滝沢さんもあれですよね、消防関係とか結構つながりあるんですよね。よいしょ、これは大きく取ったところで、今度はあれですね、内閣総理大臣、東京都知事、警視総監、消防総監、墨田区長、墨田区議会議長。上に秋篠宮様のお花もあるんですね。このあれですね、大法要は皇室がよく参加され、今年はね皇室の方は来られないということなんですけど、あ、竹澤さん今ミュートになっちゃってますね。竹澤さん。わかりました。あ、今、あ、うん、ミュートになってるみたい。あれ、なんでミュートになってるのに聞こえる？あれ、どこにいる？竹澤さん、竹澤さん。もちゃん、竹澤さんがいなくなってます。はい、あ、出てきてる。あ、竹澤さん。はい。今、秋篠宮様の、はい、お花をですね、見てもらってます。はい、あれですよね、大法要の、儀式の時は、皇室関係の方が、いらっしゃる。毎年お見えになります。はい。はい、今年はなんか来ることできないっていうような感じで。去年も今年もコロナの関係で。ということなんですね。はい。私が来た時見えたのは高円宮久子さん。はいはいはい。とかですね。お見えになれたとか、あと、加古さんとかですね。うん。まあ、いろんな皇族の方が順番で毎年見えてます。あ、ちょっとこれ映像になってるの、この動画を。中に人がいますね。うん、あなちさんが歩きます。うん。おお、360度ビューでした。次は角度を変えて、場所を変えて、これね、先ほどの滝沢さんが始まる前に中に入ってくださった映像ですね。あ、お坊さんが見えてますね。うん。あ、私ね、どうします、一回落ちます、すみません。はい、はいはいはい。ちょっとここ全然つながらないんで。あ、わかりました。はい、ですね、今日は東京都の副知事の竹市さんがいらっしゃるんですね。東京都は今、小池さんの下に副知事が4人いるんですよね。そのうち竹市さん。そして、この間の首都防災ウィークの開会式の時にも来てくださった
山本墨田区長、あとは消防総監の清水さん、この東京都慰霊堂のこの空間の中はすごい音が響くので、お坊さんの声がきっと素敵に響くんじゃ、なんかすごいいっぱいの人で読み上げるっていうような感じらしいんです。上杉さんですね。よし。では外の様子ですね。なんかこの建物の横にこんな可愛いものが設置されていますけど、何だったっけな、これは。この東京都慰霊堂の横のこの建物のところに、その東京大空襲と関東大地震の時の方の遺骨がたくさん置かれてるっていうことなんですね。あ、竹澤さん、あ、まだミュートになっています。今度あの落ちなくです。落ちなくにしました。あ、中に。パソコンでやってますんで。あ、中に戻ってきてください。はい、私解説します。はい、この鳥みたいのは何なんでしたっけ？これがですね、時々あの使われるんですけど、あのこう妖怪なんですけどね。妖怪なんですね。ね、可愛らしいその鳥とかね、妖怪マークで、ね、皆さんにですね、ちょっと親しみと言いますかね。はいはいはい。そういう詳しくはあの、第7回ぐらいの記念し首都防災ウィークでも取り上げたことあってですね、うんうんうん、こういうのはちょっと隠し玉みたいに隠し玉、隠し玉東中太さんが仕込んでるんですね。うん、この先ほど竹澤さんがその解説してくださっていたその骨がいっぱい、はい、あの置かれて入っているところがこの内側ですよね。そうです、あのもともと後ろ側に、納骨堂あったんですけど、はい、さらに増設したんですね、あの、うん、関東大震災あの空襲の後、はいはいはい、もともと関東大震災のお亡くなりになられた方用の、うん、納骨堂だったんですけども、はいはいはい、増設してまた入れたというです、うん、東京大空襲、はいはい、増設してそのあれどれぐらい1万6000ぐらい入れたあのどれぐらいと言ってました？1万6500って言われてるんですけど、ただあとはですね、骨じゃなくてもあの正面にお花畑っていうかありますよね、はいはいはい、の花で飾られたあのありますね、花壇、まあ、花壇、はい、あそこがあの名簿が入ってるんですね、実はそのあ名簿が入ってるんですね、あそこは空襲の方の名簿が入ってるんですよ。だから空襲の時の骨っていうのは実は横浜市公園以外にも7カ所ぐらいの都立公園の公園の下に埋められてるんです。だから例えば錦糸公園ですね、そういう、うん、未だに全部掘り起こされてないんじゃないですかね。錦糸、はい、公園にもあるんですか？そうです、全部7カ所の公園にそのままもう裸で埋められてたんですね、空襲の直後は。あれですね、風になびいて、 なんでこの子だけ風にこんなになびいてるんでしょうね。一番風強いんじゃないですかね、ここだけが、はいはい、まあ、ちょうど 風向きの関係ですか。風向きの、そうですね、はいはい、でまた正面に戻ってきましたね。そろそろ始まるっていう雰囲気ですかね、このお香が。そうですね、あの線香は一般の方でも、ここまでは一般の方でも行けるんで、はいはい、今もちょうど親子で行ってますけど、あのここはいつでも今日でもお線香をあげたりお花をあげたりすることはあのやってます。うん、ここにあのお参りに来るような方たちっていうのは、東京大空襲であったりとか関東大震災でそのご先祖を亡くされた方っていうような
方がいらっしゃるってことですよね。そうですね、やっぱりご遺族の方が、うん、遺族の見えてる。例えば、まあ、もう関東大震災で亡くなったって方はその方の孫とかひ孫の世代ですけどね。そうですよね。私のおばあさんなんかもやっぱり当時生きてたんでよく関東大震災の話は聞いてましたから、うん、そういうレベルのご遺族、うん、であとはあれですね、戦争の空襲だとまだ生きてるらっしゃる方がいて、はいはい、さっきも公園で会ってですね、お話ししたんですけども、自分が小学校2年生の時に東京大空襲にあって、で指が2本なくなっちゃって耳たぶもなくなっちゃったんですよ。でそれを撮ってくれって言って、実は私ビデオに撮ってあるんですけど、さすがにいきなり皆さんにお見せするのショックかなと思って今見せてないんですけど、うん、その方に撮影してくれって言われてお話しになって、私は東京大空襲で指が2本なくなって耳たぶなくなっちゃってっていう80いくつの人がね、まあ、そういう方がやっぱりこういう時に、うん、なんかね、来てらっしゃった、うん、でも撮ってくれってことは、うん、要するに私みたいな人がいるってことを、うん、伝えてくれって、私が報道関係者だと思いましてですね、はいはいはい、報道関係者なんですけど、うん、それで頼まれましてですね、で、まあ、それだけ被害があるんだけども私は手続き誤ったんで国からは何の保証ももらえてませんってことを言ってましたね、うん、そうなんですね、はい、竹澤さん、今そのおっしゃってた、はい、その、はい、おじいちゃん、まあ、おばあさんです。あ、おばあちゃんの映像ってありますか？はい、ありますよ。あるけど、ちょっとうまくいけるかな。あ、原さんに送ればいいのか。あ、私に、ね、はい、LINE で送っていただける。ちょっと、ね、電波が混んでるみたいな、うん、一旦ちょっと共有を閉じますね、うん、はい、送りました。ちょっと時間かかります。はい、わかりました。話進めといてください、皆さん見てるから。そうですね、ちょっと今竹澤さんにいろいろ送っていただいてて、このあれですね、復興記念館の方のそのおばあさんのインタビュー行きました。はい、はい、ありがとうございます、はい、今竹澤さんがお話ししてくださっていたおばあ様の映像ですね、ちょっと。よいしょ。この方ですね。そうですね、この方ですね。うん、普段は手袋やってるんですよね。はいはいはい。手が空襲で亡くなっちゃったって。亡くなっちゃったっていう。まあ、ケロイドも消えませんしね。結構若く見えるけども80いくつで耳たぶがないんですね。ああ、本当だ。こういう被害にあったのに、しょうが何にもなくて、残念だわって言ってました、ね。はい。こういう方でした。空襲ですか？耳も。ね。膨れ上がっちゃっててね。もう大変です。うん、はい、どうぞ、はいはい、あとは復興記念館でいろいろ撮影してきました。静止画で私がキャプションを簡単に読み上げたみたいな。銀座かなんかですね。復興記念館に行くと本当になかなか見れない写真がですね、結構古い写真なんですけどかなり鮮明に撮れてましてね、私のカメラで撮ってもこれだけ鮮明に見るとか、元のやっぱり撮影がよくできてるんですよこれね。上のですか、ね、で途中で気がついてですね、写真を止めといて下のキャプションを読むと、分かりやすいんじゃないかっていう方式に取り替えましたね、はい、いくつか出てくると思います、ね、
ちょっと今のもう一度。いや、上野駅ですね。うん、炎上する東京。あ、東京？今東京、これは上野駅って書いてあります。上野駅前です。はい。うん、はい、これはなんでこんなにいっぱいここに積み上がってるんですかね。やっぱりあれです、皆さん、あの家財道具もこういう、あ、持って逃げてきた場所。第8車でね。うんうん、そうすると、身動き取れなくなっちゃうのと、そもそも第8車ですから燃えるもんばっかりなんですよ。布団だとか、はいはい、タンスだとか、木だとか。うん、ですから、この被服場跡も、こういう状況でですね、もう身動き取れなくなっちゃって、うん、で、燃えちゃうんですね。で、あの横浜公園がですね、実は同じような状況だったんですけど、そこの避難所の人がですね、はいはい、全部荷物を置いて入れっていう命令を出したんですよ。うん、ですから、横浜公園の場合は、被服場みたいな大惨事に至らなかったわけですよね。現場判断の的確さがですね。あ、そういうことか。荷物のところにとどまっちゃったから。荷物どうしても家財道具大事だから持ってくんだけど、はいはい。とかそれが燃えるっていうイメージできないわけですよ。一緒になって燃えちゃったってこと。そうです、そうです。あの、余計燃えちゃうんですよ、人間だけじゃなくて。だからそこはみんなあのどうしてもね、大事なもの持って逃げたくなりますからね。まあそうですよね。銀座かな、これ。銀座ですか。こっちの声が入ってるやつあると思うんですけどね。あ、本当ですか。うん。これは銀座を空から見てるんですね、これ。うんうん。あ、松屋、現在の松屋ってここ書いてありますね。そうですね。うん。銀座通り、これが。はい、これはですね、タイプライターが燃えちゃったってやつ。もうあれです。この左にあるのが、後であってますけど、電話交換機なんです。あ、このつ、これ、え、これ？そうそうそう、それをアップで写してるんですけど。電話これは両国国技館ですね。あ、これですね。で、場所もですね、今の国技館じゃなくて、あの、江古院というあのお寺がありまして、江古院のちょっと川の反対側にあったのが、両国国技館です。これは昔の、でもあの大震災で近所の火事で骨組みしか残らなくなっちゃったんですね。へえ。え、なんか結構あれですね。すごいドーム型っていうか。そうです。結構斬新な建物で、この昔の国技館っていうのは、ちょっとした名物だったんですけどね。そうなんですね。はい。でもあれですね。周りがもうしっかり焼けてしまってて、焼け落ちた永代橋の移動橋です。電車の橋ですね。私が喋ってる声が入ってるんですね。はいはい、はい、なんか声が聞こえるように。今日解説付きで撮ったんですけど待って、あ、音が小さくなっちゃった。焼け落ちた小さいですかね、ちょっと拾えてないですね。すみません。はい。ちょっともう一度聞いてみます。なんか喋ってますよね。うん、焼け落ちたなんとか橋のって言ってます。はい、もう少し音気をつけましょうか。これはですね、陸上跡も全部骨の山なんですよ。お米？骨。米じゃなくて骨。骨？人骨です。骨ですか？そうです。3万8千人分の骨をもうとにかく山にしたんです。ね、あ、でその骨をその骨壺に入れて、だから大体骨壺っていうのはね、普通の骨壺じゃなくて、うん、そうですね、30リッターぐらいありますかね。大きなポリバケツの半分ぐらいの大きな壺なんですよ。でそこにこれをだから入れていくわけだから、何人入ってかかんないけど、大体200人分ぐらいかなとかなんか言ってるんですけど、うん、そういうのがもう山積みしてあるんですよ、棚に。そういう、ね、あの、これが入ってるんですよ。そうですね。ええ。まあそうですよね。全部もうどこの骨だか分かんないでしょ。そうですよね。そういうことか。そのもう誰の骨だともう分からない骨を、もう混ぜこぜになった状態の大きな骨壺に入れてるってことなんですね。はい、これがですね、あのさっき
って話で、これを見るとよくわかるんですけど、はいはい、一緒っていうのは今の横浜町公園が上の緑じゃないですか。はいはいはい。でその下にある日大校一中、うん、そして、これの両国中だから今の倍よりも広いエリアなんですよ。で陸軍 の、軍服とかねそういうのを作ってる作業所だったんです。でそれがなくなって、うん、空き地になってたんですよ。だから広大な空き地があっていざ何かあったらあそこにもう逃げなさいというもう教育がされてたんですね、うん、で皆さんそれを信じて、うん、その通りにここに集まってきちゃったんですよ。あその時に横浜公園みたいに、うん、危ないからその大八車ここで捨ててくださいとかね、うん、捨ててくださいとか言って人だけ集まればまだあんなことにならなかったかもしれない、うん、でもう一つ結構この時生き延びた人がいました。東京のほとんどが火事になっちゃったんだけど、はいはい、上野公園とかですね、うん、行った方は生き延びてるんですよ。へえ。でなぜかというとね、これ風下だったんですね。あこれはぜひ皆さんも覚えておいてください。大規模火災があったときですね、うん、風上に逃げるのが正解なんです。風上に向かって、うんうんうん、その風上の火事をくぐり抜ければですね、生き延びる確率があるんですけど、うんうん、風下に行っちゃうとどんどん追いかけられるらしいんです。そっから、その時上野公園というのは風上なんですけど、うん、逃げた人はほぼ助かったんですね。そうなんですね。でかわいそうなことに ここに来ちゃった人はほぼ全滅してるんですよね。うーん。ちょうど右にこの火の矢印がありますけど、もう四方全部からですね、火が攻めてくるわけですよ。でも逃げ場がないんですね。逃げる場所がなくなっちゃったんです。いや、でもあれですよね、この火災が起きた時に逃げるって言っても、うん、もう、あれですよね、その火災が起きてる状態で風上に、ね、原さんね、昨日のあの秘蔵ビデオ秘蔵映像あったじゃないですか。ありました。これを見ても驚くことにですね、皆さん火事がちょっと先で起きてるのにですね、全然自分のことじゃないようにですね見物してヘラヘラしてるんですね。これはまあ正常バイアスってよく言われるやつですけど、まあそんなことでまさか自分がですね被害者になるっていうのはもう直前まで分かんなかったみたいですね。であとこれ私これもびっくりしたんですけど、関東大震災ってこんなに被害出たんですか。 10万人以上亡くなって、はいはい、消失棟数ももう何百万棟なんですけど、最初に火がついたのは何箇所だと思います。何箇所だろう。で11時58分で、うん、で実は関東大震災って4つの地震の重なりなんですよね。あ、そうなんですか。第1波が来て、うん、それがあの例の相模原、あの相模湾の方で起きたのが第1波で、次は東京湾で起きて、全部でねマグニチュード 7.6 とか4クラスが4つ続けて起きたんですよ。4つの地震の連続地震だったんですね。でそれでそれだけでかい地震にもかかわらず、うん、最初に火がついたのはたったの100箇所以下なんです。何十箇所なんです。そのたったの100箇所で東京中が丸焼けになっちゃったんですね。そっかそっか。それはだから、うん、すごいことで、まあ、それ以来地震台火を消せっていうのはしばらくね、合言葉になってましたけど、うん、阪神淡路大震災で倒壊が怖いということで、まずは身の安全ということに今日は変わりました、うん、阪神淡路大震災以来、はいはいはい、やっぱりそれまで地震台火を消せだったんですよ。そうですよね。それだけたった100個の火元が、うん、もう東京中が焼き尽くしてしまったと、うん、いうことですね、はい、怖いですよね。火は本当怖いですよね。でも、まあ、当時はやっぱり木造とかですね、うん、多かったから、もうすぐ延焼したんですね、はい、うん、はい、そういうことは、ね、やっぱり今電話交換機ですね、はい、え、これが電話交換機です。これ電話交換機、昔の電話交換機って、うん、これあれなんですよ、イヤホンジャックの、イヤホンジャックって言いますか、マイクジャックあるじゃないですか。はいはい。あれをこう差し込む板ですね。だから電話つなげてくれって言うと、はいはい、何番何番って言って、で当時の戦前の電話番号って全部で、うん、あの9、
2桁しかなかったですから、あ、3桁だけど、3桁。3桁ですから、999個しかなかったんですよ、この。あ、じゃあ、あれですね、使える人限られてたってことですか？もちろん、もちろん。それは、だから東京全部で999が限界でしたから、うん、という装置でできるわけですよ。でも大変ですね。何番何番って言われて。そうです。だから何番ってお願いすると交換士の人が何番のところに差し込むわけですね。うん、忙しい。初期の、電話交換機なんです。面白い。これって何ですか、これいつぐらいまで使われてたんでしょうね、こんな。結構昭和初期までこれ使ってましたよね。はい、はい、でこの後は、あ、この後もさっきのおばあちゃん、はい、まあ、そんなとこで、はい、いや、竹田さんありがとうございます、はい、すごいね、なかなかその見れないようなところがいろいろ見えてきた感じだけど、まあ、ぜひ一度ご玄関ですね、来てみるといろいろありましてですね、勉強になっておりますので、そうですね、また9月2日の日の朝のところで、また関東大地震の秘蔵映像というところをもう一度明日ですね、流していくような感じなので、また今のね、滝沢さんの解説のところを聞いた後でその映像を見ると、またちょっとさっきの1回バタバタ撮っちゃったんですけど、こう記念館に行ってきっちり音声入れたやつ撮ってみます。うん、ありがとうございます。とそのまま番組で使うと思うんで。うん、うん。ちょっと来たらあれですね。はい、滝沢さん、今度閉幕スペシャルの時にでもね、はい、またそのあたり少し流せていけたらいいですね。はい、はい、ありがとうございます。いや、ちょっとこの番組としては少し早いんですけど、次の番組に向けて、もう一旦この番組は閉じてしまって大丈夫ですかね。はい、まだ映像流します、大丈夫ですか。いいんですか、足立さんの解説はいいですか。足立さん今いらっしゃるんですか。足立さんね、中に入れ入れ戸の中にいても撮影できないから、うん、どうなんですかね。中にいるかもしれない。分かります。足立さんって、足立さんいます。足立さん今ここには入っててないみたいなので、はい、そうですね、ちょっと結構ね、表の電波割りっていうか、すっきりちゃうんですよ。あれですか、東京 Wi-Fi のやつを使ってっていう。私は違う、普通の。あ、自分の、はいはい、うん、なんでしょうね、なんで切れちゃうんです。東京 Wi-Fi って北谷さん持ってるやつですか。あ、じゃなくて、入れ戸が、はい、入れ戸のところからなんか発信されてるかと、なんか全体が。そうなんです。入れるんですか、入れ戸で。多分上杉さんに聞いて。あ、わかりました。はい、多分ね、フリー Wi-Fi だったら誰でも入れるの。そうですか。はい。はい、じゃあ、滝川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。足立さんにも、お礼をお伝えください。